しい宇田川投手と、そして今シーズン初ホームランを放った山田哲人選手です。本日の勝利おめでとうございます。お父さん頑張りました。バレるということですが、今日の試合8回まで完封のピッチングでしたが、嬉しいです。振り返ってください。It was a great time to be out there in that rain. The weather wasn't the best, and it's just delicious, you know, to cheer us on all the time. But I can't say enough about the defense tonight. Had great plays made, and I had a lot of offensive support, so I can't say enough about the team. Well, today, こういう風の強い中、たくさんのお客様が来ていただいて、そして、たくさんの得点を取っていただいた攻撃陣と、たくさんのいい守りをしてもらった、そこに尽きる。今日の攻防でした。3つの三振を奪いました。この強い風の中でどうコンディションを整えてきましたか。まあ、今日はとにかくゴロを打たせて、投げてゴロを打たせるという、そういう投球をしたいと思って、あとはこのディフェンスに任せてというところだったので、自分の思う通りに行きました。また今日はバッティングゲームを見せてくれましたね。今日みたいな活躍をこれからもしていきます。応援よろしくお願いします。